はいそれでは第5節公共財に入っていきたいと思いますまずはこの公共財とは何かということですけれどもテキスト最初の括弧1のところがこの公共財の定義となっているかと思います文章の方は読んでご確認いただければと思いますが四角囲ってあるところこちらアンダーラインを引いていただきつつこちらこの2つの用語が書いてあるかと思います消費の非排除性そして消費の非競合性こちらを満たすものこれを公共財という ととといいうところが四角囲みにあるかと思います。じゃあこの2つの言葉消費の非競合性そして消費の非排除性とは何なのかということですけれどもそれがちょうど次のところですねカッコリとカッコさんの冒頭2行ありますのでこちらにアンダーラインを引いていただければと思いますまずは消費の非排除性からですね消費の非排除性とは特定のものをその際の使用から排除することが不可能 あるいは排除に多大なコストがかかる性質をいうとあります。で、その後のところに具体例として。え、例えば、堤防を作るようなケース。え、ある方には税金を払ってる。である方は税金を払ってない。として。その税金を払ってない方のみ、こう堤防を避けて作る。こういうことって、なかなかコストがかかってしまいますよね。わざわざ避けて作ることによって、余分な費用がかかるぐらいだったら。 まあ当然でですすすけれどもまっっぐ作った方がいいですよねこのような形で排除することが難しいわけですから非排除性というふうに言うまずはこのように捉えていただければと思いますでもう一つの非競合性こちらも最初の2行アンダーラインをお願いします消費の非競合性とはある人が消費をしても同時に他の人も消費することができることであるここまでアンダーラインを引いていただければと思いますでこれも具体例次のところに載っておりますね 例えば両方2つの家に泥棒が入りましたで泥棒が入ったので110番通報をしますで1つの家に対しては今ちょっと他の家に警察行ってるのでちょっと今派遣することできないんですよとはならないですよね。ちゃんと泥棒が入って110番したら、まあ、両方方のの家にちゃんと警察の方来てくれますよね。ですからこれは競合しない同時にそれを満たすことができるそのサービスを受けることができる。 ということは非競合性競合合性性がないですよということになりますでこの2つを同時に満たすものこれを公共財というこのように捉えて頂ければと思いますでこれをわかりやすく図にしたものがテキスト今お読みした過去さんの下のところにあるかと思います財の分類という形でありますがこちらもちょっとそれぞれ見ていきたいと思いますまずは一の指摘財ですねこれは一般的なもの例えば缶獣性や洋服のようなもの これは縦軸が排除可能性そして横軸が競合性となっておりますが両方ともありますよね例えば缶ジュース当たり前ですけれどもお金を払わないと缶ジュース手に入れることできないですよね洋服についてももちろん同様ですこのようにお金を払った方のみがサービスを受けられるわけですから排除可能性はありますよねお金を払わなければサービスを受けることができないということになりますで競合性もありますよね競合性つまり 感受性洋服欲しいと思ったものでも売り切れてしまえば他の人が買ってしまって例えば自分が買えなくなるこういったケースありますよねですから競合性もあるということになりますよろしいでしょうかで続いて丸二から見ていきましょう今度丸二の共有資源ですね今度は競合性はやはりこれは指摘財と同様にあります例えば共有資源の例として海にいる魚乗ってますけれども例えばマグロとかよくテレビで マグロ漁船がマグロをこう取り合ってど,っちどこが一番よく取れるかとかやってますよねテレビでよくやってますでこれは競合性があるからこそやってるとうそういうふうにテレビが成り立つとも言えますよねですからこうした共有資源、まあ、海にいる魚とかっていうのは競合性はあるということになりますただ排除可能性というのはないですよねですから排除可能性はないということになりますえそして三、えーえー、ですね自然独占 自然特性の例としては電気の配給やテレビの放送がありますけれどもまず排除可能性はありますよね例えば電気電気の配給は電気代しっかり払わないと止められてしまいます。でテレビの放送はどちらかというと CS とかをイメージしていただければと思うんですが私も例えば自転車のロードレースとか好きでテレビで J スポーツでよく見るんですけれどもこれもちゃんと J スポーツに加入しているからこそそれを見ることができるわけですよね。 ですからお金を払ってない人はそのサービスを受けられないということになりますただ競合性はないですよね他の家が電気を使っているから自分が使えないとかあるいは CS にちゃんと加入していればちゃんとえどこの家がテレビを見ていたとしても自分も見ることができますから競合性はないということになりますで最後の公共財ですねこれは両方ともない棒や治水はそうですよね競合というのもないですよね競合性というのもないです え他,他の人が例えば洪水があったからといって自分も先ほどの例と一緒ですけれどもこれは119番ですかね119番でちょっと洪水があって今床上浸水で困ってますとかあればちゃんとレスキューの方ととか来てくれると思いますですから強豪性はないということになりますしそして排除可能性も先ほどの堤防の例でお話ししたようにないということになります。よろしいでしょうか。ただですねこの公共財問題点があるんですね。 問題点として最初のところ括弧一に市場の失敗と公共財、公共財と市場の失敗とあるかと思います。私的財については普通に市場に任せておけば最適資源配分が実現されるんですが、公共財は市場に任せていると最適資源配分が実現されないんですね。でこちら括弧の二のところになぜっていう理由が書いてありますのでちょっとこれ読んでいきましょう。 公共財は対価を支払わない人を排除することが不可能であり他の人が購入した財にただ乗りすることができるでずるい人はただ乗りを前提とし本当に考える量を申告、えー、しないためここからちょっとアンダーラインを引いてください、えー、本当に欲しいと考える量を申告しないためから、えー、アンダーラインを引いていただければと思いますが公共財は最適生産量より過小の生産量となってしまう、えー、このように公共財は 市場に委ねていては最適資源配分が実現せず市場の失敗が生じるとありますえつまりこの最適な資源配分というのが実現されず過少な生産量になってしまうというのが公共財の問題点となりますでこれをまあ言い換えたものとしてフリーライダー問題というのがありますフリーライダーとは先ほどちょっと出てきました「ただ乗り」という意味になりますこれが括弧さのところにありますが最後の産業アンダーナインをまずお願いします 消費者は費用負担を避けるために自分がその公共財にどれだけの価値を見て認めているかを正直に申告しないこの問題をフリーライダーの問題というというところをまずアンダーラインを引いていただければと思います。でこちらで文章はその上のところを読んでいただくと具体例に載っていますが例えば地域でお祭りがあるとします。でお祭りできればやってほしいなと考えたとします。やっぱりりりおお祭祭楽しいですよねただお祭り これ協協賛賛する人は金としてて万円払ってくださいこういうふうにもし言われたとしたら皆さんどうしますかねもちろんあそれでもお祭りやってくれるんだったら1万円払うよという方も多いかと思いますがこういういい方ももらっししゃるかもしれませんどうせみんな払ってくれてお祭りやるんだったら自分は別にどっちでもいいかなというふうに答えて協賛金を払わないでおいて実際お祭りがあったらやっぱりそれはそれで参加しようかな。 こういうう人いいますよねこういった問題のことをフリーーライダー問題ととううといいいうううううふふにに言考えていただければと思いますこれが最初の1行目のところですかね。ある際の便益ペネフィットですねこれを享受するがそれに対する支払いを拒否する人をフリーライダーという今のお祭りの例のようなケースこういったケースによってつまりみんながみんなお祭りやりたいから1万円払うとなれば最適な生産量になるはずですが。 今みたいに本当はやりたいんだけどどうせやるなら払わない旅行という人出てきちゃうんですでそうすると実際よよりも過なな生産量になってしまいまいすよねですからお祭りの規模が小さくなってしまうとこのようなイメージで考えていただければ結構ですでそれに対しての政府の対策がとというところにあります政府はある公共財の送便益が総費を上回ると判断すれば税収を使用して公共財を提供し全ての人の公正を改善することができる。 とありまして最後5行目のところから具体例として夏に行われる花火大会の例が載ってますね。こちらは外部経済効果があるため税金を使用して実施する場合が多い無料で見られてよかったと思ってても実際は税金ででやってるんですよね。例えば私が住んでいる地域でもかなり大きい花火大会あるんですけれどもあれ実際には税金でその花火というのを負担していることに結果的にはなっているということになりますよろしいでしょうか それ以外に四角3と四角4のところこちらは用語ですのでこちら詳しくはお読みいただければと思いますがそれぞれそうですねスピルオーバー効果とはというところそれからフライペーパー効果とはというところの最初のところアンダーラインを引いていただければと思います。でまずスピルオーバー効果これ何かと言いますと、まあ、溢れ出る効果とかって意味なんですねですから先ほどの花火大会の例で言えば花火大会を例えば税金で負担しているのは 何何々々市市だったら何々市の方ですよねでも実際には他の地域の方も見に来ますし例えば隣町からだったら見えるかもしれないですよねそのような形で他のところ実際に負担をしていない地域にもあふれ出て効果が出てくることこれをスピルオーバー効果と言いますですから花火大会がその地域外の人にも外部経済の効果を与えているようなえ、ね、そしてフライペーパー効果 フライペーパー効果については補助金の効果の方が減税の効果よりも大きくなりますよというのがこれも2行目のところにありますかね実証的には一般定額補助金の方が国税減税よりも地方質拡大の効果が大きいこれを生ト取り紙の効果フライペーパーって生ト取り紙のことなんですねこの効果になぞらえたものですよと捉えていただければ結構ですよろしいでしょうか続けて四角六の自然独占にも行きましょう 自然独占とはまず何かということですがこちら最初の四角いの下のところですね過去一の上の4行これ全体にアンダーラインをお願いします資源の希少性や規模の経済性が存在すると市場が一社で独占されるためされる可能性が高くなるで電力ガス水道鉄道などの平均費用低減の産業では企業規模が拡大するにつれて平均費用が低減し新規参入の 新規産業の他社がコスト面で立ち打ちできなくなるため自然独占が成立するとありますまあ、つまり例えば電力やガスそういった規模が大きいものこれって自然独占が発生するというのが最終的な結論なんですが例えば我々が原子力発電所を作ろうとするできないですよね例えば電気とかっていうのは最初に多大な設備が必要ですつまり多大なコストがかかります で例えばその電気まあ発電所とかを作ってしまえば1軒に電気を送るのも100軒1000 1万軒に送るのもコストってそんなに変わらないわけですよね最初の発電所を作るというコストが莫大になりますですから平均費用というのは低減していくというのがお分かりいただけるでしょうか1軒の時に例えば100万円のコストでしたら1人分ですから100万円ですよねそれが100万軒に送れば1軒当たり1円で済むわけですですから 規模が大きくなれば大きくなるほど費用というのは平均費用というのは低減していくのでこれを平均費用低減産業と言いますで,後で説明いたしますがこれは規模の経済あるいは範囲の経済こういったものが影響するために自然独占最終的には1社で独占になってしまいますよというのが結論として書いてあるかと思います。ではこのそれぞれぞ 規模の経済と範囲の経済とは何なのかということですけれどもこれそれぞれ最初の2行ありますのでまず一のところ規模の経済の概要というところ最初の2行あんならいお願いします規模の経済は規模に関する収穫が低増するとも言われ生産の規模を2倍3倍にすると収穫量は2倍3倍以上に拡大するとありますこちらこちらの図をご覧くださいこのような形で 横軸が規模そして縦軸が生産量とした時に生産量どのように増えていくかというと最初のうち規模をこれだけ増やしましまたそうするとこれぐらい増えましたよということなんですが同じだけ規模を大きくすると今度は大体これ2倍ぐらい矢印になってますよね。2倍さらに同じだけ増やすと こう三倍とかっていうふうに、どんどん増える量は多くなる。つまり、収穫逓増の状態になる。え、これを規模の経済というふうに言います。え、そして。規模の経済が発生する市場というところの。これも最後の二行のところ、あ、だらんお願いします。え、企業はできるだけ規模を大きくして、競争に勝とうとする。で、企業同士の競争により、最後は一社だけが生き残るとあります。つまり、これ、収穫逓増なわけですよね。 ですから最初のうちはちょっとしか増えないんですけれどもだんだん収穫低増ですからちょっと増やしただけで大きく生産量が増えることになりますから規模を大きくすれば大きくなるほど有利なわけですそうすると小さい企業というのはちょっと規模を増やしてもあまり生産量増えないんですよねですから規模を最大限まで多くした企業これにコスト面で他の企業立ち打ちできなくなっちゃうんですねそれによって最終的には 一番規模が大きくなった一社だけが生き残ってしまう結果この自然に独占になってしまいますよだから自然独占というんですよとこのように考えていただければ結構ですで、もう一つこれと比較して範囲の経済というものもあります範囲の経済についてもこの概要のところアンダーラインお願いします範囲の経済とはある企業が複数の種類の財サービスの生産について 必要とする費用の合計が個々の財サービスを単独で生産した場合の費用の合計に比べて小さいことであるとありますこちら例えばどういうケースかと言いますと学習塾私がやっている実はフランチャイズの学習塾も別にフランチャイズの本部としては英会話や英文字教室それから最近ではスポーツ教室とか結構いろいろやってるんですがこれも実は範囲の経済を利用したケースかと言えます つまり家賃というのは共通なんですよねで学習塾と、まあ、英会話は同じ時間にできるかもしれませんが幼児教室って同じ時間にでできないんですよねやっぱりちっちゃいお子さんですと、まあ、大体1時とか2時頃に幼稚園が終わりますでその後、まあ教室に来るわけですねでちっちゃいお子さんですからあんまり遅くまではいられません暗い時間だともう寝る時間になりますから、まあ、大体授業が4時5時ぐらいで終わって帰ります 逆に学習塾はそれぐらいの時間に学校がが終終わわっってて部活が終わってくるようになるんですねそような形で一つの敷地で同じサービス同じサービスというか別のサービスですね学習塾と幼児教室そして英会話のサービスこういったものを複合してやることができれば家賃は共通化できますよね。ですから学習塾単体でやったり学習塾と幼児教室を別々の敷地でやるよりはコストを削減することができます。 人件費も同様ですよね例えば学習塾の先生と幼児教室の先生同じ先生を使えばこれも人件費が削減できるということになりますこのような形でコストが小さくなるこれによってま優位性を築くことができることを範囲の経済というふうに言いますでこちらも範囲の経済が発生する市場というところの最後の産業のところアンダーラインお願いします 複数の財・サービスを生産する方が安いならば企業は複数の財・サービスを大規模に生産する方が個別の市場で生産を行う規模のと企業との競争では有利になる企業同士の競争によって最後には1社だけが生き残るというふうになります、まあ、範囲の経済もこれあった方が有利であればどんどんこう大きくなっていきますよねそうすると先ほどの規模の経済の例と一緒で最終的に一番大きい1社だけが生き残るこれによって 自然独占が達成,達成されるという言い方変ですかね自然独占になってしまうとこのように考えていただければ結構ですよろしいでしょうか続いては平均費用低減産業つまりこの自然独占のケースどのような形で費用とかあるいはそれぞれ利潤とかというのが発生するのかそして死臭が発生するのか ということをまた余剰分析を使って見ていきますのでこちらはまたホワイトボードを切り替えて進めていきたいと思いますそれではされる方は写してくださいはい、それでは先ほどの続きになります平均費用電源産業について余剰の分析をしていきたいと思います まずはこの平均費用曲線低減する場合どうなるかというのを見ていきたいと思いますが平均費用曲線以前も出てきましたその時に AC という形で略させていただきましたので今回も AC、まあ、エベレージコストの略ですねですから AC と省略しますが低減をしていくわけですからだんだん減っていくということで右下がりになっていくということになりますですから同様に限界費用曲線 マージナルコストですからこれも MC と略させていただきましたがこちらについても同様に低減していきますので右下がりになりますこの2つまずよろしいでしょうかこれ今まで学習した平均費用曲線限界費用曲線とちょっと形違いますよねこれが特徴ですけれども今まで学習したケースちょっと今まで学習したのでこの辺に小さく書きますが AC というのはこんな形で低減ではなく ある程度までは低減していきますがそこからままた増えていくこことになりますこれはこちらの場合規模の経済規模の経済がありますのでどんどん低減していくんですがまあ通常の場合こう競合とかもいらっしゃいますから生産量やっぱりりり一社あたりで見るととシェアというのは小さくなりますそうするとやっぱりこう競争もありますのである程度までこう生産量を増やしていってしまいますとまあ効率が悪くなって平均費用というのも増えていく。そしてここのの下のところに AVC というのがありましたよね。AVC 平均可変費用ですよね。でこの間の部分間の部分が平均固定費用でしたよ。で平均固定費用と平均可変費用これを足したものが平均費用になりますよというお話でした。で限界費用についてはこのそれぞれの最小点この辺とこの辺ですかねここを突き抜けるような形で限界費用曲線というのが前に。 ちょっとずれてますけれどもこんな形ですかねえこのように最小点を突き抜けるような形でえ限界費用曲線は書かれますよというお話をしましたがなんでこれ突き抜けないのと思われた方なんで交わらないんですかという方いらっしゃるかもしれませんでもこれは交わらないんですよねなぜ交わらないかというとこれだんだん低減していくということは少しずつこれ小さくなっていくわけですよね 少しずつ小さくなっていくということは最小点ってないですよね最小点というのはないので突き抜けなないいととうことになりますあるいは言い換えればこの左側の部分だけというふうに考えていただければこの左側の部分はだんだん減っていっててる部分だけを切り取った図こういうふうにイメージしていただいてもいいかもしれません。このような形でそれぞれ低減ですから右下がりになると考えていただければまずは結構です。 そして、こちら、続いて、科重を見ていくんですけれども、え括弧にですね、平均費用低減産業の歯科重の面積ということで、丸1から丸4まで説明が載っておりまして、図が載っているかと思いますが、こちら、自然独占のケースですから、結局、以前学習した独占市場のケースと同じになりますが、ちょっと復習も兼ねて進めていきたいと思います。まずは、科重という言葉、また出てきましたが、これは、 社会的相余剰というのが減少してしまうことを言いますでこの場合、まあ、自然独占も独占ですから死荷重が発生してしまうんですねこちら限限界費用曲線長期限界費費用用曲曲線線長期が書いてありますそして D というのは需要曲線そして需要曲線と切片が等しく傾きが2倍になるのが MR 限界収入曲線でした で生産量はどこで決まるかと言いますと生産量,生産量は MR と MC のところで Q が決まりますよね。ちゃんと書きましょうか Q が決まります限。界限界収入と限界費用が一致するところこちらで生産量が決定するということはどこで生産量決まるかと言いますと MC と MR の交点ということはこれはここですねここで生産量が決定します QE になってますかねテキストは。QE QE ダッシュになってますね QE ダッシュという形になってますねちょっとテキストに合わせて QE ダッシュにしますねここでまずは生産量が決まりますで価格はどうするかというと価格はここの こちら側で決まるかというとそうではないんですよね需要曲線はこの曲線ですから需要者が買ってくれる価格で価格を決めちゃえばいいわけですからこの上になっちゃうんですよねですからこの辺ここで価格が決まってしまいますまあ決まってしまいますという言い方はおかしいかもしれませんがここで価格が決まるということになりますでそうするとこれ余剰どうなるかと言いますと こちら余剰はちょっと狭いですけれどもこの面積になるんですね。まあ需要曲線と実質的に MC というのは供給曲線と似たようなものと考えられますからこれに囲まれた面積のところここが総余剰ということになります。つまりもう少しわかりやすく言いますと D というのはまあ需要者が買いたいなという価格ですよね。 そして MC 限界費用ですからこれは生産者が売ってもまあ最悪悪くないなという価格ですからこの差額の部分というのが両方合わせた満足つまり総余剰になるというふうに考えていただければ結構です。でそうしますとこれここが今総余剰になるんですがこれが一番最適な生産量かというとそうではないんですね。つまり 最適になるのは先に結論を言いますとここになりますこれが q e になってますかね q e ですねこちら q e になってここが最適な生産量になりますちょっと聞えてますねこちらまだこの需要曲線お客さん需要者が買いたいと思う価格そして限界費用というのは1単位増やした時の費用の増加分ですよね この差額分というのは社会的に見れば結局満足度満足分になりますよねつまり余剰になりますからこれが差額がある分というのはその分余剰が増えるはずですですからこの赤で塗ったところこの部分は QE でもし生産をすれば余剰が増えるということになりますが現在はこの青い部分だけの余剰にとどまっている ということは、ここの部分が歯科重になりますよということになりますね。え、本当だったら QE、こちらのところで最適生産量になります。そうすると、総余剰は最大になるにもかかわらず、QE のところで生産量が決まってしまっているために余剰が小さくなっている。ということは、社会的な総余剰というのが減少しています。その部分が歯科重ということになります。よろしいでしょうか そしてその流れ今の流れが2のところにありますかねこちら、まあ、テキストの方もご確認いただければと思いますがこれはやっぱりちょっと問題がありますよね。ほっとくとこのような形で死臭が発生してしまいますのでできれば何とかしたいただこれ何かが介入をしていかないと社会にそのまま任せていくと自然に任していると結局生産量ここが一番利潤が大きくなりますよね。 MR と MC とこちらが一致するところころれよりも少しでも増やすと限界費用と限界収入限界費用の方が多くなってしまいます。費用の方が多いということはその分利潤減ってしまいますからそんなところで生産したくないよということでここへとどめているわけですよね。ですから政府がうまく介入をしてなんとか例えば生産量を増やしてもらったり。 あるいは価格規制をして価格を下げるとかこういう形でうまく余剰を増やしていく方法が必要です。これが資格さんですね自然独占に関する政府の介入ということで「各個一の政府の規制の必要性」というところに今お話ししたような内容が書いてありますがこれ市場に任せているとやっぱり総余剰が減少してしまうというのもありますしこの平均費用低減産業先ほど説明しましたが 例えば電気とかガスとかこういった固定費用が大きいものですよというお話をしましたこれが例えば一つの企業に独占されてしまうとちょっと問題が起きますどういうことかと言いますとまあテキスト一のところに書いてありますがまずはですねこれ例えば何社かで競争しますで、何社かで競争していって最終的に一社だけが生き残るというお話さっきしましたよねそうすると他の 競争に負けた会社さんどうなるかというと例えば倒産してしまったとするとそれまでに規模の経済発揮されるわけですから多大な投資というのはしてるはずですよね。でこれが倒産してしまって無駄になってしまうこれは社会的に考えると大きな無駄というふうに言えますよね。ですすからこういった無駄を回避るる必要があるというのもあります。それからですね2のところ カットスロートプライスコンペティションというのがありますけれども、ちょっとこれも一回先に読みましょうが、カットスロートプライスコンペティションとは、ある不協力等で過剰設備が存在するような状況が続くときに、原価割れになるほどの価格引き下げ競争により、相手企業を市場から退出させるような価格戦略で、ですから、規模の経済、こちらが発揮できるために、大きくなれば大きくなるほど有利です。 ただやっぱりライバル会社がいると邪魔ですよね。ですからちょっと不況でみんなが辛い時自分たちも結構傷ついて大変ではあるんですけれども他が弱ってそうであればものすごく安売りをしてしまってそして他の会社さん立ち打ちできないようにして無理やり退出させてしまうそうすると退出した会社先ほどお話ししたように大きな無駄が発生するでも我々消費者は 安く例えば電気やガスが供給されたり鉄道が安く乗れたりすればそれはそれでいいかなと思いますけどそうではないんですよねこれ退出して自分だけで一社になった瞬間にじゃあ例えば水道お水一杯一万円とかだったらどうしますかねそうすると大変困りますよねですから政府がこうか介入しましてあなたのところで独占していいですよというふうにする代わりにですね 例えば電気料金をいくらというふうに決めたりとか生産量をこれぐらいというふうにちゃんと決めましてそして自然独占の形がこのように市場の失敗が起こらないようにする必要が出てきますよというのが今のところですね資格3の内容になっているかと思います。四のということで理論としては2つの理論があります。 代表的な2つの理論。まず1つ目。そちらが、限界費用価格形成理論というものです。そしてもう1つが、平均費用価格形成理論ということになります。で、この2つ、それぞれ問題点、そしていいところ、両方ありますので、それぞれのメリット、デメリット、これを合わせて押さえていただければと思います。まずは、こちらですね。限界費用価格形成理論。こちらなんですけれども、 限界費用で価格を決めましょう。ということですから、限界費用、つまり、この MC ですね。長期限界費用曲線。こちらのところと、需要曲線の交点のところ。こちらで、生産量と価格を決めていきましょう。ということになります。ですから、ここで価格を決めます。価格規制を行って、ここで価格を決めて、P、 A P E になってますかね。A P になってますね。こちらで価格を決めまして、そうすると生産量がこちらになります。これ Q E になってますかね。Q E になってます。で、そうするとこれどうなってしまうかというと、こちらまずは利潤の方を考えていきたいんですが、利潤こちらは 総総収入引く費用でしたよねまずは総収入いくらになるかと言いますと総収入こちらは収入1単位あたりの価格かける数量ですからこちらの面積ですねこの面積が総収入になりますちょっと総収入と漢字で書くと大変ですのでトータルリターンにしましょう TR にします そしてこちらじゃあ総費用はいくらかというと総費用というのはこれもちょっと復習ですけれども結構前になりますね。個たたりりのの費費用用つまり平均費用に数量をかけたものですよねですから平均費用というのはこちらですねここで交わるわけですから1台当たりの数量平均費用こちらになります。 ですからこれですね平均費用1単当たりの平均費用かける数量ということはこの面積今青で囲ったところの面積というのがこちらが総費用ということになりますトータルコストですね。ですからこれトータルコストの方が大きいというのがお分かりいただけるでしょうか トータルコスト総費用の方が総収入に比べると大きいということはえ、色がちょっとないですけれどもこちらにしましょうか黒のがわかりやすいですかねえ、こちらこの部分だけ利潤がマイナスになりますえ、こちらに書いてあるのでここにしましょう利潤がマイナスになってしまいますえ、もう一度お話ししますとトータルコストの方が大きいということは総収入より総費用の方が大きいわけですから利潤がマイナスになってしまう で利潤がマイナスというのは企業にとっては困りますよね。でだからって言ってやらないよとなるとこれ規制の意味ないわけですから、これを政府が価格を決めてるわけですから、まその分こう何か補填をしてあげたりする必要があります。で例えば補助金等で補填するとすると実質的には補助金って結局我々の税金ですよね。そういったもので必要補填をするということが必要というのがある意味問題点だというのが。 こちら限界費用科学形成理論の問題点ということで書いてありますね。2の ② の丸ところ所得配分のの公平性の問題点というところに書いてあるかと思います企業が撤退しないように撤退されると困りますからマイナスの利順を補助金で穴埋めする場合には我々国民から徴収した税金を特定の企業に用いるため公平性という観点からは問題がある確かにそうですよね例えば電力会社とか こういうふうういふにしてしてまうと利潤のマイナスが発生する確かに最適な生産量になるというところはありますけれどもマイナスになってしまうとこれはやっぱりちょっと我々国民からするとこの企業さんだけマイナスなのを補填するのって言ってもいかなという意味で公平性に問題点がありますよねですから最初にこちらで説明した通りこちら限界費用曲線と需要曲線の交点ですとちょうど この総余剰というのは最大になるこれがメリットですよね余剰は最大になるんですけれどもただ利順がマイナスになるところがが問題点です理順がマイナスになるそしてそれを政府とかが税金とかであてがって補償するというのはやっぱり公平かどうかこの企業さんだけ自然独占してるからといって,いて、まあ、補填をするというのはどうなのかな公平性としてどうなのという問題点があるということになります。 であとですねテキストには書いてありませんが実はもう一つ実は問題点がありますでこちら問われることはあまり少ないかもしれませんがこれ限界費用価格形成理論って言うんですけれども限界費用って1単位あたりどれだけ費用が増えるかってことですよねで1単位あたりどれだけ費用が増えるかというのってなかなか調べるの難しいんですよね一個一個例えば作るごとに いくら費用がか,かったのかってチェックして監視していくってなかなか大変ですから、まあ、そういう意味で実は価格を決定していくということにも難しいという問題点もあるということもちょっと押さえていただけるといいのかもしれないかなと思いますですからこれいろいろ問題点がありますのでセカンドベストの方法としてもう一つの方法平均費用価格形成理論というものがありますこちらがカッコ4のところですね まずそうですねこちら最初のところアンダーライン聞いて頂いければと思います平均費用価格形成理論とは独立採算制度とも言われるで公益企業の料金水準設定において公益企業の利順がゼロとなるように平均費用曲線と需要曲線の一致点で規制価格を決定する方法であるというふうにありますでこちらは平均費用価格形成理論ですから 平均費用のとととこころでで価格を決めていいきましょうねというねえつまり平均費用ですからえ今度は長期平均費用曲線 AC ですねえこちらと需要曲線の交点つまりここで価格を規制を行いますそうしますとえこちらも PE になってますかね P になってますねでそうすると QE 生産量がこちらになりますでこの場合どうなるか というと、今呼びました通り、理順がゼロになるんですが、考え方は先ほどと一緒です。まずは、総収入の方、先ほど赤にしましたので、赤にしましょう。そうすると、価格×数量ですよね。価格×数量。ですから、やはり、価格×数量。この長方形の面積というのが、総収入ということになります。そして、総費用。 総費用についても平均費用というのがちょうど今回平均費用価格形成理論ですから同じになってますよね平均費用も同じそして数量は当然同じですからこれちょうど青にしましょうかトトータルコスで同じ金額ということは利潤がとということになりますよろしいでしょうか でこちら利順がゼロになるということで先ほどは理順マイナスでしたよねそうすると我々の税金が必要だから公平性的にはどうかなということでしたけれども今度は利順がゼロですから我々の税金とかをあてがう必要ないわけですよね。この利順というのは例えばその会社の給料とか全部払った上での利順を表しておりますから我々が補填するような必要はないということになります。ただ問題点としては 先ほどののこちらの方が最適でしたよねつまり総余剰が最大になるということはこちらは総余剰は最大にならないという欠点がありますつまり言い換えれば荷重が発生するということになりますどういうことかと言いますとこちらちょっとこの場合は小さいんですけれどもこの分ですねここが荷重になってしまいますこれ矢印でここにしておいたわけですかね鹿重ここの部分になります つまり先ほどは生産量えここで決めたんですね MC のところで決めたんですが生産量が少し小さくなっております少し小さくなってこの m q e のところに従うためにこっからこの分だけこの分だけ死化獣というのが発生してしまう余剰が少なくなってしまうということになります、まあ、これが問題点といえば問題点なんですが先ほどセカンドベストという話をしました こちらがまあ一番総余剰としてはいいんですけれどもやっぱりこう公平性とかあとは価格を決定する難しさというものがありますので、まあ、事前的な手段つまりセカンドベストの手段として平均費用価格形成理論というのがありますよというのが6のところにありますかね1が政府の介入により長期平均費用と需要曲線高点2、e、の価格 P と生産量9位、e、で生産させる今お話し,しましたよね。 そして企業の利順はゼロになるが、収支均衡を可能にするため市場から撤退しない。これ撤退するのまだバカバカしいわけですね。利順ゼロですけれども、撤退するとこれ利順マイナスになってしまいますから撤退しないということになります。そして丸3のサービスの安定供給という面ではですから優れている。ですからまあセカンドベスト、事前的な価格設定というふうに言われますよということも合わせて押さえていただければと思います。で、この後ですけれども第7節。 この政府の介入についてなんですがもう少し詳しい内容関連用語等のお話をしていきたいと思いますがこちらまたホワイトモードを切り替えて進めていきたいと思いますそれでは移される方は移してくださいはいそれでは第7節になります第7節は価格規制の政府への介入について見ていきたいと思います 先ほど自然独占の説第6説ですねこちらで価格規制についてのお話をしました限界費用費用用価価格格形形成成理理論論そししてて平均についてありましたでこの具体的な価格規制の方法について見ていきたいと思いますがこちらの説についてはどちらかというと理解というよりは用語の説明になっておりますので試験対策上本試験の直前とかにこの用語の意味というのをしっかりこう復習して押さえておくということが重要かと思います。 それではまず一番最初のところですね積み上げ方式とレートベース方式について見ていきたいと思いますまず最初のところ積み上げ方式の意味が書いてありますね積み上げ方式は生産にかかる費用を積み上げて料金に反映させる方式であるとありましてその後のところに法満経営を招きやすいですよと書いてあります積み上げ方式というのは法満経営を招きやすい法満経営になりやすいんですけれどもよくよく考えてみるとそうだな という感じかと思いますつまり費用を積み上げていってこの費用がいくらこの費用がいくらという費用をこう積み上げていってその積み上げられた金額を元に価格というのを設定しているわけですねそうすると皆さんもしその経営者だったらどう考えるでしょうか費用を積み上げれば積み上げるほど価格これが高くなるんでしたらじゃあどんどん費用を積み上げていこうとこういうふうに思っちゃいますよね ですから費用を積み上げすぎつまり法満経営になってしまう可能性が高くなりますよという問題点がありますですからこれをできるだけ防止しようということでレートベース方式というものがありますまこれも積み上げ方式とちょっと似てはいるんですけれどもえこれ何かと言いますとテキストではレートベース方式の例という形で電力料金についての例が載っているかと思いますで電力料金について 総括原価割る販売予定電力量という形で電力単価を求めてますよというのが書いてあるかと思いますで、総括原価これどうやって求めるかと言いますと今読んだところの上のところに書いてありますがこちらですね適正原価と適正事業報酬こちらを足したものが総括原価になりますで、これを販売予定量で割ることで電力単価を出していくんですが じゃあこの総括原価の内訳の,このそれぞれ適正原価や適正事業報酬って何なのかと言いますとまず適正原価ですね先ほどの資格囲みのところの下3行目のところにあるかと思います適正原価とは発電に関わる人件費それから燃料費修繕費所税原価消却費などであるとありますつまり費用的なものですねで一方こちら適正事業報酬は発電送電 変年廃年及び営業用の施設運転資本などの合計額がレートベース資産とされてレートベース資産の帳簿価額の一定割合が事業報酬として認められるとありますですからこれ資産に一定の割合をかけるこれで適正事業報酬というのが求められるということになりますそうしますと先ほどと同じで皆さん経営者だったらどう考えるでしょうか このレートベース資産の一定割合が適正事業報酬になるわけですよねじゃあレートベース資産大きい方がこの事業報酬大きくなるんですからどんどんこれ大きくしていきましょうと考えますそうするとこの資産の方ですねテキストでは資本とも書いてあると思いますがこの資本の方に過大な投資をしてしまう こういうインセンティブが発生してしまうこの効果のことをアバーチ・ジョンソン効果と言いますアバーチ・ジョンソン効果という言葉についてもしっかり押さえていただければと思いますそしてテキストでもそうですねレートベース方式の問題点というところの3行目のところからそこから3行目から次の段落のところの具体的にはというところまでアンダーラインを引いていただければと思います今の説明と同じ形で書いてあるかと思います具体的には レートベース資産を大きくすることにより、事業報酬を大きくしようとする行動が起こる。今ご説明した内容ですが、ここまでアンダーラインを5行ぐらいありますけれども、引いていただければと思います。こちらが積み上げ方式のレートベース方式になります。よろしいでしょうか。さて、そして次ですね。次がピークロードプライシングというところになります。こちらも四角囲みのところをご覧ください。 資格囲みのところ需要量と設備能力こちらの大小の比較が載ってます。で需要量の方が大きい場合需要量の方が大きい場合は需要抑制型の料金体系になります。そして需要量と設備能力で設備能力の方が大きい場合この場合は需要換気型の料金体系になるというふうに資格囲みのところにありますがこちら具体例のが分かりやすいと思いますので。 2のところの具体例こちらでいろいろな分野で導入されていますよということでいろんな例書いてあるかと思いますこのうち一番最初のところに電電話や電気の夜間割引料金と書いてありますこちら需要に合わせた料金体系なんですねピークロードプライシングというのは。で昼と夜の電力電話料金の違いというのを見ていきたいと思いますが電話と電力どちらで説明してもいいんですが。 じゃあ電力料金電気料金の方で説明しましょうそうしますと電気料金これ昼と夜どちらの方が高いかどうでしょうご皆さんご存知ですかね夜の方が安いんですよねですから夜できるだけ例えば安い時間に洗濯をしようとか、まあ、こういった方も結構いらっしゃるそうですでこのような形でなぜ夜の方が安いのかと言いますとお昼お昼というのは ま需要量が多いんですね皆さん使いますから電気を使いますから需要量と設備能力では需要量の方が多くなってしまいますですからできるだけ需要を抑えるために高い値段にすることで需要を抑えようとするえこちらがえ先ほどの上のところですねえ需要量と設備能力で需要量の方が大きい場合この場合は需要抑制型になりますよということですで一方夜になりますとどうかというとま皆さん寝ている方が多いですよね そうすると電気あままり使いませんただだからといって設備いきなり小さくできるかというと当然変電,電所とか発電所とかっていうのは施設ですから夜は使わないから小さくしますとかできないですよねですから夜夜でもちゃんと電気を配給していかなきゃいけないのでできるだけ需要を喚起するために電力料金を安くして夜の方を使ってもらおうとしているというような形をピークロードプライシングと言います。 あとはこれ公共料金ではありませんが具体例としてゴールデンウィーク等の旅行の料金についても書かせていただきましたえこちらが身近でかかりやすすいいと思います、まあ、ゴールデンウィークじゃなくてお盆でもいいんですけどねえお盆とかゴールデンウィーク旅行をしようとするとかなり高いですよねこれもこのピーークローのプライシングの例と言えますつまり皆さん旅行に行く方が多いという時期ですから、まあ、その分需要の方が設備より多い 設備大きくなるわけですよ、ね、ほまあホテルのキャパシティとか考えていただければ分かりやすいかと思いますがですから値段をを高めにしして需要を減らそうとしますで一方閑散期閑散期でもホテルの部屋の数とか当然のことながら変わりませんですからできるだけ使ってもらおうとする需要を喚起するためにその時は安い値段ですえこういった形で例えばホテルとかもこのピークロードプライシングを利用している例となりますよろしいでしょうかそして次が えー、二部料金制ですねで、二部料金制これ何かと言いますと二、まあ、階建てに料金設定になってますよということですつまり、えー、基本料金の部分とそして重量料金の部分があるこれを二部料金制というふうに言います、まあ、身近な例としては携帯電話等の料金ですね、えー、携帯電話等の料金まず基本料金というものは例えば何千円一ヶ月あたり何千円という形でかかりますよね そしてそれ以外に通話料という形で1分かけるごとに何円とかという形でできているこれが重量料金になりますでこちらの公共料金の例としまして二部料金の具体例という括弧2のところにありますこちらでは具体的にはということで赤字ローカル線の運行に際して関係する自治体が財政補助を行うことがあるとありますここれどういういいとととかと言いますと 赤字のローカル線これが黒字にするために例えば1回電車使うごとに1万円ですよとか2万円ですよとかすると余計に利用すする方減ってしまいまいよねですから基本料金のような意味合いとして例えば地方自治体とかがこの部分基本料金部分というのにまあ財政補助を行います。そししてて使う方に対してはこの重量料金部分ですね え、例えば1駅あたりいくらとかま何キロあたりいくらとかっていう形でえ、基本料金の部分を自治体が賄っているこういったケースがよくあります。あとは例えば公民館とか競技場とかもこういうケースですよねえ。公民館とか競技場とかってま自民間の施設に比べるとかなり安く利用できますよね。これなぜかと言いますと、自治体が我々の代わりにま我々の代わりにというか。まあ我々の税金で賄っているわけですけれども。 基本料金部分というのの財政補助を行っていますですから公民館とか実際に利用する場合つまり重量料金については例えば半日あたりいくらとか1時間あたりいくらとかってかなり安い料金で利用できるとこのように考えていただければ結構ですでただこれちょっと問題点があるんですねえカッコ2のところに問題点というところがありますこちら ちょょっとこれも読んでいきましょうか二部料金制は固定料金が各消費者に同一水準で課せられると大口需要者にとっては料金総額における固定料金の割合は相対的に小さなものとなるが小口需要者にとってはその負担が極めて大きなものとなり消費から排除されかねないというふうにあります。つまりここをを例えば財政補助を行うということはいいっぱい使う方にとってては安く利用できていいですよ。よ というふうになりますけれども全く使わない方にとってはなんか損をした気分になりますよねえ、こういった問題点があるというふうに捉えていただければ結構ですえ、さて次が四角四ですねラム税価格になりますえ、このラム税価格のところえこちらテキストの方でもまず四角角見のところに書いてあるところと同じものをこちらに書かせていただきましたえ、需要の価格弾力性どうでしょうこれまた久しぶりに出てきましたけれども覚えてますでしょうか これが小さいときには限界費用を上回るという言い方をしてますけれども分かりやすく言うと高い価格になりますで需要の価格弾力性が大きいこれは限界費用に近づくと書いてありますけれどもまあ言い換えると安い価格になります価格設定が高くなる場合と安くなる場合がありますよというのがこちらの需要の価格弾力性で見ていくのがラムゼン価格になりますまずは説明をする前に久しぶりですから この需要の価格弾力性どうでしょうちょっとこれを復習していきましょう需要の価格弾力性とは価格に対して価格の変化に対して需要がどれぐらい変化しますか、まあ、場での伸び縮みみたいなものをイメージしてくださいねというお話をしたかと思いますですから需要の変化に対して価格が大きく変化する場ネのように大きく伸びるものを価格弾力性が大きいと言います であまり変わらないものを価格弾力性が小さいと言いますですからまあ言い換えますと価格に鈍感な場合これが需要の価格弾力性が小さいま需要があんまり変わらないですよということですそして需要の価格弾力性が大きいということは価格に対してすごい敏感なんですね価格がちょっと変わると需要が大きくあるバネのように大きく変わる ということは価格に対して敏感になってますよということになりますでこれをグラフで表しますとこのような形になりますこちらの方を価格弾力性が大きい場合にさせていただきましたで右側の方が価格弾力性が小さい場合になりますこちらまずですねこれ同じ価格のところで見ていくと分かりやすいのでこの辺を価格だとしましょう ちょうど同じぐらいにさせていただきましたがそうするとこちらがこの水平なものが限界費用曲線だと思ってくださいそしてこちらが需要曲線ですでここよりも価格を同じ分だけ上げた時需要というのはどうなるかというとここですと数量こちらですよねここから同じだけ価格を上げたはずなのに こちら価格弾力性が大きい。ということは価格に敏感に反応しますからだったら買わないよということで大きく数量が減ってしまうわけですね一方こちらの場合価格を上げてももともとこちらで決まっていればこの数量ですけれども。 価格に対して鈍感。あまり何も感じないわけですから、ちょっと値段が上がったけど、まあそれでも買うよねっていうものですね。その場合は、それほど数量は減らないんですね。このような違いがあります。で、この違いによってどうなのか。と言いますと、今同じだけ価格を上げてみましたが、そうすると、これ、価重の部分を見ていただきたいんですね。価重の部分。 もともとのところに比べると数量が減ったことで赤の方が分かりやすいんですかね両方とも歯科重発生するんですがこちら数量が減ったところとこの需要曲線とこの限界費用曲線の重なったところの三角形ですねこの部分が歯科重になりますで一方こちらこちらも同様に ここの部分が歯科重になりますそうするとこちらの方が歯科重が大きくなるんですねでこちらの方が歯科重が小さくなるということになりますでそれとあともう一つですねえ先ほどのこちらの部分ですけれどもえこ,この文章が一番わかりやすいと思います価格を上げると数量が大きく減ってしまいます ですから今同じ分だけ価格を上げてみましたけれども実際にはこちらの場合は価格を上げると数量大きく減ってしまいますからあまり価格を上げられないんですねだからちょっとしか価格が上がらないつまり限界費用に近づくというのはここからそれほど上がらないですよというようなことを言っていると考えていただければと思います一方こちらは価格を上げてもどうせそんなに数減らないんだから価格結構上げちゃおうというふうに考えますから 限界費用を大きく上回るような高い価格になりやすいですよというのがこのラム税価格の考え方だと捉えていただければ結構ですこちらがカッコ1からカッコ3のところまで今の,文今の説明と同じような形で文章を書いてありますのでご確認いただければと思いますそれからこちらテキストの方ではもう少し用語書いてありますのでこちらもちょっと付け加えてお話をしていきたいと思いますまずは X 非効率ですね X 非効率こちら最初のところちょっと読んでいきますと X 非効率は生産方法が非効率的に組織されることによって社会に限りある資源を浪費することであるとなりますま非効率という言葉からもお分かりかと思いますが X 非効率の X というこのアルファベットにも注目していただいてま×という意味ですよというふうに考えていただいた方が覚えやすいと思います カッコリの方では具体例として X 非効率の公益企業ということが載っております。こちらもちょっと読んでいきますと X 非効率の高さは生産物市場の競争の強さと密接な関係を持っているで独占利順の存在は不適切な慣習や標準手続きの存在を可能にし組織の惰性やスラックを発生させるとあります。 スラックというのは組織論の方で学習しますけれどもこれ無駄という意味だと捉えていただければと思いますですからこう公益企業の場合例えば現状でうまくいっているつまり理順が発生しているのであれば別に工夫しなくてもいいよねこういうふうになりがちなんですよねで、頑張ろうとしなくなってしまうことによってまあ非効率的になってしまう無駄が発生してしまったりしますよ惰性でそのまま進んでしまったりして 工夫をしなくなってしまいますよこれが非効率ですよねというのが X 非効率になりますよろしいでしょうかそして六のレントシーキングのところは定義だけご確認いただければ結構ですですから一行目のところですねこちらアンダーライン引いていただければと思います独占力の獲得や維持のために浪費された資源のロスこれをレントシーキングというふうに言いますそして最後インセンティブ規制ですけれどもこの X 非効率さっき説明しましたよね これをできるだけ起こらないようにするため、まあ無駄、罰ということですから、やっぱりできるだけ防ぎたいわけですよね。この防ぐ方法として四角7のところにインセンティブ規制として2つの方法が載っているかと思います。まずは、括弧1のプライスキャップ規制。プライスにキャップ、まあ、帽子をかぶせるような意味ですね。ですからこれどういう意味かと言いますと、意味のところアンダーラインお願いします。最初の1行目ですね。 え毎年の料金改定幅をその年の物価上昇率以下に抑える価格規制方式であるというふうにありますですから実際のこの物価の上げ幅これに比べてそれよりも抑えるわけですねですからその分頑張らないとこの二順というのが発生できなくなってしまうですから頑張ろうとするインセンティブをが働くことによってエクシ X 非効率を防ぐことができるということになります でもう一つの方法として、ヤードスティック規制というものがあります。こちらも最初のところ、アンダーラインをお願いいたします。類似した複数の産業が規制を受ける場合、それぞれの産業の規制価格をライバル産業の費用条件をもとに決めることをヤードスティックという,というふうにあります。ヤードスティックというのは、物差しという意味なんですね。ですから、産業、例えば電力会社いっぱいありますよね。 でその例えば平均というのを基準にしましてそれで例えば価格というのを決めていきましょうとすると頑張った例えば電力会社こちらはその分だけ二重が生まれますから頑張ろうとしますよね。ですからこれも X 非効率を防ぐことができるということになります。よろしいでしょうか。さて続きましては今度第8節ですね。第8節ここちら非常によく出題されるところですが 情報の非対称性になりますこちらについてはまたホワイトボードを切り替えて進めていきたいと思いますそれでは移される方は移してくださいはいそれでは第8節になります第8節は情報の非対称性になりますえで 情報の完全性というのを学習しましまた情報のの完全性というのは取引当事者同士例えば買い手と売り手それぞれが例えばその商品について情報というのをよくそれぞれ両方ともよく知ってますよこういう状態のことを言いましたただこの現実においては情報の完全性を満たすというケースはなかなか少ないわけですよね例えば何か物を買おうとする時 作っているメーカーさんというのはその製品の情報についてよく知っていると思いますけれども我々買う側はそれを全て知っているというケース少ないですよねこういったケースのことを情報の非対称性というふうに言いますテキストですと四角1のところですね情報の非対称性の概要の3行目のところこちらアンダーラインお願いします情報の非対称性とは取引される財・サービスの品質やタイプなどの情報が 売り手と買い手などの経済主体の間で間で異なる状態である。で、情報の偏在ともいう、まあ、偏ってますよということですけれどもえつまり今説明をさせていただいたように例えば売り手と買い手で情報に差がある状態、まあ、あるいは例えば労働者者と雇用者でもこういったケースありますよね例えば就職試験こういった時に学生さん、まあ、ある企業さんに入りたいということで面接に行ったりしますよね。そうすると、まあ この雇われる側の学生さんは自分の情報というのは当然よく知っているわけですけれどもこの雇用者の方ですね会社側の方というのはその方がどんな方なのかまあ初対面ですからなかなかわからないわけですよね。ですからこのような形で労働者と雇用者の間においても情報に差があるケースこれを情報の非対称性といいう,うに言いますでこの情報の非対称性によって起こる問題として。 こちら逆選択というものとモラルハザードというものがありますで、試験対策上はこの二つの違いというのをしっかり抑えていくことが重要になります要するにこの中で例えば逆選択に当たるものはどれですかというのが出てきますで、そういったのが出題されたときに 結構惑わされたりするんですねどっちが逆選択でどっちがモらルハザードなのかちょっとよくわからないこういったことよくありますのでしっかりポイントを押さえていただければと思いますまずは逆選択からですね逆選択まずは括弧1の概要というところなんですが先にアンダーライン引いていただければと思います3行目の真ん中のあたりから最後アンダーラインを引いていただければと思います,いいいます当初望まれていたものが市場からなくなり 望まれていないものが市場に流通する現象が引き起こされるこちらまずアンダーラインを引いていただければと思います。ななぜここのようなことが起こるのかといいますとこちら情報の非対称性というのを学習してますから結局この情報の非対称性が原因で起こるんですけれどもこれによって望まれていたものがなくなるそして望まれていないものが流通してしまうこちら先ほどアンダーライン引いていただいたところになりますが。 これが逆選択になりますで、試験対策上さこれから出てくるボラルハザードの区別として一番重要なところはこちらですね契約の前に発生するのが逆選択ですよまずこちらをしっかり押さえていただければほとんど違いというのは見分けがつきます契約の前に情報の非対称性によって望まれていたものがなくなってしまい望まれていないものが流通するこういったケースこれを逆選択と言います で、こちら、具体例を挙げていった方が分かりやすいと思いますので、具体例2つ見ていきたいと思います。まずはテキストの方でも、過去にのところにありますが、金融取引における逆選択というものがあります。こちら、どういうケースかと言いますと、企業さん、金融機関からお金を借りるわけですよね。そして、金融機関さんから言えば、お金を企業さんに貸し出します。 この時に情報のの非対称性ととといいううものがあるということになりますつまりこの非対称というのは何かといいますと企業の状況ですね企業の状況企業が倒産しそうかどうかそういったことというのは企業側は当然よく知ってますよね。そして銀行さんいろいろもちろん調査したりはするとは思いますが企業さんから比べますとやっぱりどういう状況かというのは現状つかみづらいわけですよね。ですから 企企業業ののの状況といいうのは企業側の方がよく知っているつまり情報の非対称性が発生しているということになります。そうするとどうなるかというと例えばちょっと潰れそうかなでもお金がないとまずいのでお金を借りるこういう企業さんがあるとしますとやっぱり例えば倒産などそういった状況によって貸し倒れというのが発生してしまうケースありますよね。もしし貸れが発生する そうすると金融機関さん側ですね。金融機関さん側はどのように考えるかというと、これだけ貸し倒れがある。とするとやっぱりその分金利というのを上げなきゃいけないなということになりますよね。金利というのが金融機関からすると利益になりますから、貸し倒れで損が発生した分金利を上げて利益を何とか確保していこう。このように考えることになります。そうするとどうなるか。 というと金利利とといいいいうのは企業側かからすするとコストですよね利息を払っていかななけければいけないそれが上がるとどうなるかというと優良な企業さん経営状態がいい企業さんはあそこの金利高いからちょっと借りるのやめとこうかなこんなふうに考えますよね。ですから優良な企業さんは借りなくなってしまいます。一方 テキストでは劣悪と書いてありますので劣悪な借り手という書き方をしておりますけれどもちょっと倒産るそうな経営状態が悪い企業さんこの場合はもう日ッもサッもいかない状態ですからやっぱりどううしても借りりざるを得なないいという状況になりますそうすると有料な機関さんがお金を借りなくなってしまい劣悪な企業さん経営状態が悪い企業さんのみが借りるようになってしまうこ。 いい企企業業ささんん経営状態がいい企業さんにお金を借りて欲しいいいわけですよねいいお客さんというふうに言えますその方たちが借りなくなってしまい、まあ、望まれていないものっていうとちょっと失礼かもしれませんがちょっと経営状態が傾いてる企業さんばかりがお金を借りるようになってしまうこういったケースをこれを金融取引における逆選択というふうに言いますよろしいでしょうかでこれと似た例としまして例えば医療保険でも同じようなことが考えられます 医療保険も保険料で払いますよねで、その時に加入しようかどうしようかと考えているとしますで、例えば一律の料金だったとしたら健康な人というのは保険入らなくてもいいやと考えますよね一方病気がちの方病気がちの方は病気になれば保険金がもらえますから保険入っておいた方がいいなと考えますそうすると今度は保険会社と一般の消費者という形になりますけれども 保険会社から見るとやっぱり健康で保険を使わないような方の方がお客さんになってほしいわけですけれどもそういった方は加入しない望まれていたお客さんは加入しないそして、まあ、病気がちで保険とか保険金をどんどん払わなきゃいけないようなお客さんばっかりが、まあ、これをこの保険を加入するようになってしまうこういったケースもこの逆選択の例というふうに言えますこちらよろしいでしょうか そして続いてカっコさんの方のレモンの原理こちらもよく出題されますでレモンの原理と出てきたらこれは逆選択の例だなこういうふうにまず覚えてしまった方がいいと思いますでこのレモンなんですけれどもこれ果物のレモンのことではないんですねテキストにも書いてありますけれどもこのレモンというのはアメリカの俗語なんですけれども質の悪い中古車のことをいいますから スパイという意味から転じて質の悪い中古車のことをレモンというふうに俗語で言うでこの中古車市場における逆選択の例のことをレモンの原理というふうに言うんですねこちらもカッコさんのところに概要ということで中古車市場における逆選択の例で具体例として文章で書いてありますけれどもちょっとこちらホワイトボードでは数値で例を挙げて説明をさせていただきたいと思います 中古車市場なんですけれども単純化するために車2台しか中古車市場に出回ってないとしましょうそして中古車市場なんですけれども、まあ、中古車を欲しいなという買い手と中古車を売る側といるとしますで中古車売る側自分で乗っている車ですからどのような状態かというのはよくわかりますよねですから質質がが良いいいかか悪というのを 売り手側は分かるわけですそして A さんと B さん、まあ、例えばオークションとかで取引するようなイメージでも結構ですけれども A さんはまあ自分の車そこそこ質がいいので100万円ぐらいで売ろうかなと考えているとします。で B さんはまあまあの質なので、まあ、60万円ぐらいで売れればいいなこのように考えていたとします。ただ例えば故障とかでまあベコベコになってたりして外見が変だったら分かると思うんですが。 まあそうではなくて、まあ、見た目としては一緒だと今は考えていただければと思います。で見た目が一緒ただやっぱりエンジンとか目に見えない状態とかって結構ありますよね。えー、そういったものの質が、まあ、この A と B で違うと考えてください。でこのような根付けを知っているんですけれども、えー、買い手側買い手側はこの2つの車を見てどっちのがいいかなというのは見た目だけではわからないとします。 そううすると皆さんだったらどう考えるでしょうか、まあこの2台しかないとしたら100万円と60万円こういう車が売ってる。ということはまあ大体中古車市場としてはまあ平均のまあ80万円ぐらいかな80万円ぐらいがまあ相場なのかな。 こんなふうに考えます80万円くらいが相場なのかなと考えるとまあ60万円の車だったら買ってもいいよねこういうふうになってしまいますということはこちらこの60万円の車が売れるそして100万円の車というのはこれは売れ残ってしまうわけですよねこれは売れ残ってしまう で売れ残った結果結局、このまま市場から淘汰されましてこういった100万円の車というのは売れないままずっと残り続けてしまうそうするとやっぱりこの60万円のようなこういった質の悪い中古車ですねこればっかりが売れるようになって流通してしまうここここういったケースが起こりますすれ先ほどのこちらですよね結局、望まれていたもの質の高い中古車というのは市場から消えてしまう。 そして質の悪い中古車望まれていないもののみが流通するようになってしまうこれをレモンの系にというこのように捉えていただければと思いますでただ、まあ、今両方ともね説明しましたけれどもこれやっぱり望まれていたものが市場からなくなってしまうこれは市場の失敗ですよねですからこれをなんとか防ごうとします これがシグナル、あるいはシグナリングというふうにも言いますけれども、これによって逆選択を防ぐという手段があります。ですから、シグナリングとかシグナルと出てきたら、逆選択を防ぐための手段ですよと捉えていただければ結構です。こちら、カッコ4のシグナルのところにありますね。 え、括弧四のシグナルのシグナルの概要というところこちら3行ありますがこれ3行意味になっておりますのでお読みいただいてアンダーラインを引いていただければと思います内容としては今お話した内容になりますで「二のところですね具体例として載っておりますで具体的にはということで学歴が載っていると思いますで例えば学歴あるいは資格のようなもの こういったものは先ほどのこちらの例ですね労働者と雇用者の関係における情報の非対称性情報に差がある状態を解消するための一つの方法シグナリングの例というふうに言いますつまり学歴が高ければ優秀な方である可能性が高いこういうふうに考えられますよね資格についても同様ですある一定の資格これれを持っていれば 例えば中小企業診断士の資格を持っていればやっぱり経営に対してある程度最低限の知識はあるんだなこういうふうにこの雇用者の方から思っていただくことができますよね。そしてえー、需要者というか、まあ、この労働者ですね労働者側もこれぐらいの能力がありますよというふうに提示することによって、まあ、それぞれにこれメリットがありますよね。ですからよく まあ受かった方からもお話を受けたりするんですがこれ診断士受かったから転職しようと思ってるんですよ結構そういった方いらっしゃるんですよね。ですからこれも実はやっぱり転職をするときに一定の資格を持っていればある一定の例えば最低ラインよりは高い知識というのを持っているということが証明されますからこれもシググナリングの例ということになりますで他には例えばこのレモンの原理において言えば何万キロ走ってますよとかあるいは 色々な車のスペックとかですねこういったものこれを提示してあげるようなことこういったものも例えばエンジンとか改造してますよとかまあそういったことを提示することによってこういったものもシグナリングの例になりますしあとは品質保証ですね品質保証例えばこの中古車1年保証しますよとか2年保証しますよとかありますよね そうするとあ一年保証できるぐらい質の良い中古車なんだなというふうに買い手側は分かりますからこの情報の非対称性というのが緩和されるということになりますあとは信用格付けこういったものもそうですねこれはどちらかというとこちらですね金融取引における逆選択を防ぐ例になりますよくムーディーズとかの格付けでトリ AAA とか A プラスとかいろいろありますよねその格付けを見れば ある程度その企業の状態というものは分かりますからこれによって金融機関も例えば安心して企業側にお金を貸すことができるこれも情報の非対称性を緩和するためのこのシグナリングの例ということになりますえよろしいでしょうかえでこちら今えこの逆選択についてお話をしましたけれどもこの後モラルハザードについて学習しますでモラルハザードとの違いとしてこれが一番重要です 契約の前に発生するのが逆選択の例ですよ。まずこれを押さえていただいて、えこの後ホワイトボードを切り替えてモラルハザードについて説明をさせていただきます。それでは写される方は写してください。はい、それでは続いてモラルハザードに行きましょう。えこのモラルハザードとは何かと言いますと、え一番最初のところ概要を書いてありますね。 こちら7にお願いしますモラルハザードとは情報の非対称性により注意仕事などを怠るようになり資源の浪費を引き起こすことであるでこれは日本語で道徳的危険といいううふうにも言いま,すまあ日本語の意味の方がイメージとしてはつかみやすいと思いますがこちら逆選択とどのように違うか試験対策上見分けるポイントとしましてはこちらに書きました。 先ほどの逆選択は契約の前に発生しましたけれども今度のモラルハザードは契約の後に発生しますですから契約の前か後かというので見分けるのが一番試験対策上は見分けやすいかと思いますそれではこちらも具体例についてそれぞれ見ていきたいと思いますがカッコ2のところですねこちらにモラルハザードの具体例として3つ例が載っていると思いますのでそちらでご説明していきたいと思いますモラルハザード 道徳的危険なわけですから契約を結んだことによって危険な行為をしてしまうことがありますよこういった意味合いだと捉えていただければ結構です。例えばまず自動車保険におけるモラルハザードの例こちらですけれども自動車保険に加入ししたとしますそうすると加入する前と比べて、まあ、運転していても 例えば事故を仮に起こしたとしても保険金出るから万いいかという形で運転がちょっと乱暴になってしまうようなケースがあるんですねで運転が乱暴になるわけですから当然事故率というのが高くなってしまうこういったケースですね事故率が高くなるというのは社会全体で見ればマイナスですよねですから資源の浪費つまり市場の失敗を引き起こすということになりますこちら見ていただきますと一番最初のところ 保険に加入したことによって運転が乱暴になるわけですから契約の後ですよね保険契約を結んだ後にこういった行動が変わってしまうそれによって市場の失敗が引き起こされているこのような形で考えていただければ結構ですですから医療保険についても同様です医療保険についてもまず保険に加入しますで保険に加入すると例えば怪我や病気を起こしても どうせ保険金を出るからまあ一い家いということで例えば暴飲暴食をしてしまったりまあ怪我が起こりそうな危ないことをしてしまうこういったケースが出てしまうそうするとやっぱり今度は病気や怪我の可能性というのが高くなってしまうこれもやっぱり資源の浪費になりますよねこれも契約をしたことによってモラルハザードが起きているでというふうに言えますですから 先ほど医療保険について逆選択のお話もしました。ですから、医療保険で出てきたらモラルハザードとか、医療保険で出てきたら逆選択とか、こういうふうに考えてしまうと間違うことがありますので、ちゃんと意味の違いというのをそれぞれ抑えるということが重要になります。そして、金融におけるモラルハザード。こちらについてもテキストにもありますが、例えば、預金保険制度ですとか、あるいは特別融資制度、こういったものがあります。例えば、 1,000万円まではその銀行が破綻したとしてもちゃんと保険のお金というかまあ銀行のお金というのはちゃんと預けたお金戻ってきますよねこういった制度もありますしあとはちょっと経営が危ないなという銀行さんには国の方から特別融資をするような制度こういったものがあります。でこういった制度があることによって銀行さんというのはちょっと危ない,まあ危ない貸し付け先でもどんどん貸してもいいかな。 こういうふうに考えて放満経営になってしまうようなケースがあるんですね。で、放満経営を行えば、もちろん破綻のリスク、経営破綻のリスクというのは高まりますよね。これも、こういった制度があることによって、これ、いわゆる国と銀行との契約というふうにも考えられますよね。ですから、こういった制度、これがあることによって、放満経営を生んでしまい、それが経営破綻のリスクが高まってしまう。ということも、これもモラルハザードの一種。 え、こういうふうに言えます。え、こちらの三でそれぞれ見ていきましたが、それぞれこれ一番最初左側に書いたこれが契約になりますよね。ですから契約の後に行動が変わっている、これがモラルハザードになる。ま、つまり道徳的に危険な行動というのを契約の後に起こるように行うようになってしまった。これをモラルハザードという。こちらよろしいでしょうか。で、これも逆選択と同様にですね。 やっぱり資源の浪費を引き起こしてしてまうつまり市場の失敗になりますからなんとか防ぎたいわけですよね。なんとか防ぎたい。ということはこれはやっぱり防止策が必要ですでそのためにそれぞれいろんな方法がありますが例えば自動車保険における免責制度例えば事故を起こしたとしても最低5万円を払ってくださいとか10万円を払ってくださいとかこういった形で一定額支払いをしなければいけない。 とするとやっぱり事故を起こさないようにしようかなというふうに考えますあるいは限度額を設定したりするこういったものでもやっぱり限度額がありますのである程度この危険な行動というのを抑えることができるそれからインセンティブを付与するような方法も一つの方法です例えばある自動車保険会社では何かこう自動車にこうなん,てなんていうんですかねなんかある機械を設置すると振動とかを感知するんですよね それによって運転が安全なのか危ないかというのを判断しまして最終的にその機会というのをその保険会社さんに送るとキャッッシュバックがあったりするようなこういった制度もあります。こういったインセンティブを与えることによってモラルハザードを防ぐあるいはインセンティブとしては例えば契約をしした後にサボってしまう。つまり先ほど労働者と雇用者のこれの逆選択の例をお話ししましたがそれは契約の前でしたよね。 で、契約の後、つまり入社した後に、もう入社したからこっちのもんだということで、例えば営業の方とか、営業に出向いたはいいけど、どうせ見てないからわかんないだろうということで、喫茶店でちょっと休んだり、パチンコ屋さんに行ったりとか、最近少なくなっているようですけれども、こういったケース、これもモラルハザードの例ですよね。入社、つまり契約をした後、雇用契約をした後に生じるモラルハザードの例。これに対して、例えばインセンティブを与える。 頑張っったた社員にはプラススでボーナスがあったりするこういったケースもこういった例えばサボるような行動モラルハザードを防ぐ例というふうになりますこのような形でモラルハザードを防止することができますこちらよろしいでしょうかそして次が資格用のですねプリンシパルエージェント理論こちらは今お話した逆選択やモラルハザードこれに比べますと出題の方少ないですけれどもこちらもモラルハザードの例の一つと言えます え、プリンシパルというのは依頼人のことです。そして、エージェントというのは代理人のことになります。で、これもそれぞれに対して情報の非対称性というのがあることによって、モラルハザードが起こってしまうえ、こういった例のことを言います。え、こちらが今お呼びし、今お話した内容がえ括弧1の内容になるかと思います。で、具体的にどういった関係かというとえ、かっこ2のところにちょっとありますので、読んでいきましょうか？ エーージェンシー関係には依頼人と弁護士それから患者と医者そして株主と経営者や地主と小作人経営者と労働者そして保険会社と保険加入者等の関係があるこれもやっぱり依頼人人とと代理いいうふうふに言います例えば患者とお医者さん患者さんというのはお医者さんに対して病気を治してほしいということで依頼しているわけですよね。そして病気を治す こういう行為をしているわけですからこれも依頼人と代理人の関係もう少し分かりやすいのはやっぱりこの弁護士ですかね最初に出てる依頼人と弁護士この例えば法廷に立ったときに弁護人頼まないで自分で実は弁護することとかもできたりするんですが通常は弁護士の方に弁護を依頼しますよねこれも依頼をしている依頼者側とそして弁護士の方は代理人こういった関係になります 僕もそれぞれエージェンシーとそれからプリンシパルという関係になっているかと思います。プリンシパルというのがこれが依頼人そしてエージェントというのが代理人この2つの関係このようになっておりますけれどもこちら問題としてはどうなっているかというのが3行目からですねエージェンシー問題は代理人は自分の働きを知っているが依頼人は代理人がどのように働いているかを観察できないことから生じる。 例えば先ほどのお医者さんと患者さんお医者さんというのは自分がどういう技術を持っているかというのは分かりますけれども患者さんはやっぱり分かりづらいですよね。弁護士とそれから弁護士に対する依頼者というのも同じでどのような弁護士かというのは自分弁護士自身の方は分かりますけれども依頼する側はやっぱりちょっと分からないですよね。こういった問題が起こります。 ですから次読んでいきますと特に契約の成立が人間の行動を変化させ契約前に想定した条件が適用しなくなるケースをモラルハザードという、まあ、つまりモラルハザードの例としてお話をさせていただきましたそしてこちらの用語としてはエージェンシー・スラックそしてエージェンシー・コストというものがありますそれぞれカッコさんとカッコ4のところに書いてありますので詳しい内容をお読みいただければと思うんですがまずエージェンシー・スラックというのは何かと言いますとこのエージェンシー・スラック 代理人というののが自分のために行動してしまうこういったケースが依頼人にとって頼んだ側にとっての損失につながってしまうようなケースこれをと言いますつまり例えば先ほどの弁護士の方で言えば依頼したにもかかわらずちゃんと弁護しないこういった状態というのは、まあ、当たり前ですけれども依頼者にとってプリンシパルにとって損失になってしまう。 あるいはテキストの方には例として取締役と株主というのは会社を持っている方つまり依頼人の側プリンシパルになりますで取締役というのは株主の代わりに会社の経営を任せている方というふうに言えますからこちら代理人ということになりますただその取締役の方たちが会社の利益ではなくて自分の利益あるいは名声のための行動 これをしてしまうことによって依頼人株主ににとっての損失につながるよようなケースありますよね例えば取締役があまり儲かってもいないのに例えば取締役の報酬を大きくしてしまうとかこういったケースは株主会社にとっての損失になってしまうからひいては株主にとっての損失になってしまうこういったケースのことをエージェンシースラックというふうに言いますそしてエージェンシーコストこちらは このエージェンシースラックにかかるコストと考えていただければと思います。つまり、これが発生することによって、例えば、利潤が減少してしまうとか、これもそうですし、これを抑制するために、ちゃんと仕事をしているか見張らなければいけないというようなコスト、つまり監視コストのようなもの、抑制のためのコストですね。エージェンシースラックを抑制するためのコスト、こういったようなもののことをエージェンシーコストというと、このように考えていただければ結構です。 えそれではこれで第十章結構長かったですよね八節までありましたけれどもこちらで終了となりますえこの後他の章と同じように最後のマルバツチェックについて進めていきたいと思いますそれではホワイトボード切り替えますので写さ写される方は写してくださいはいそれでは必須テーママルバツチェック参照ページについて書かせていただきましたので写される方は写していただければと思います。 はい。それでは第10章、必須テーマ、〇〇チェックに入っていきましょう。こちら全部で9問ありますけれども、問い1と問い8についてやっていきたいと思います。まずは問1ですね。平成13年度の第17問になります。ある際に外部不経済が伴うとき、その罪の供給を市場に委ねると、社会的に最適な供給量を上回ってしまう。こちらいかがでしょうか。こういった問題、 まあパッとこれ文章を読んだだけで分かればいいんですけれどもやっぱりこう本試験ですとどっちかなと迷ってしまうことあるかと思いますですからこれ落ち着いて解くためにもこのような形で図を書いて解いていくということが重要かと思いますこちら通常の需要曲線に加えてこの S というのは指摘限界費用曲線だだと考えてくださいでこれに外部不経済が発生します 外部不経済が発生するということは、社会的には悪影響が発生するわけですよね。そうすると、その分だけコストがかかると考えられますから、この私的限界費用曲線から社会的限界費用曲線上にシフトする形になります。上に並行シフトさせると、このような形で社会的限界費用曲線が描かれます。そうすると、 この社会的限界費用曲線と需要曲線との交点というのが最適生産量と考えられますからこちらこちらがこのュのところですねこれが最適な生産量になります。それに加え対して市場に委ねた場合の生産量というのは元のこの Q のところですよね。ということはこちらの文章 市場に委ねると、社会的に最適な供給量を上回ってしまう。市場に委ねると9のところですね。これが最適な生産量の9ダッシュよりも右にあるということは上回っていますので、こちらは正しいということになります。ですから、こちら丸になっているかと思います。そしてもう一問、豊八の方をやっていきましょう。平成16年度の第15問になります。需要の価格弾力性が高いほど、 価格のの限界費用からの乖離度は大きいこちらもやっぱりこう落ち着いて考えるためにはこういった図を考えていくということが重要かと思います。そうしますとまず限界費用これ水平に書いてありますけれどもこれに対して需要の価格弾力性つまりこの需要曲線の傾きですねこれが大きいものと小さいものを書きましたけれども。 どちらが需要の価格弾力性が大きいのかというと、需要の価格弾力性というのは、価格に対して需要がどれぐらいこう大きく変化するのか。ゴムの伸び縮みのようなイメージですね。そう考えると、例えば価格の変化、価格が同じぐらい変化させてみましょう。その時に大きく変化する。 需要が大きく変化するというのはこれ変化させてみるとわかりますねこちらこれぐらい減りましたこちらですとこれぐらい減りましたということは価格弾力性が大きいのは こちらですよね。需要の価格弾力性が大きい。価格が同じ分だけ変化したんですけれども、こちらの方が需要が大きく減っていますから、こちらの方が大きい。そしてこちらの方が小さいと。このように考えられます。そして、これ、大きく需要が減ってしまうわけですよね。大きく需要が減ってしまう。ということは、価格弾力性が大きい場合は、 限界費用よりも上げてしまうと大きく需要が減るということはあまりこれ価格上げることができないんですねですから例えば同じ分だけ需要を減らすような形需要というか生産量を減らすような感じですとこのぐらいになりますよねそうすると価格この程度に抑えられますからこれ P' にしておきましょうかですから需要の価格弾力性が大きい場合はそれほどこう限界費用曲線から上の方に行かないということになります そうしますとこちら価格弾力性が高いほどこちらのケースですねほど価格の限界費用の乖離度は大きい限界費用からの乖離度は大きい違ってますよねこちらの場合は需要の価格弾力性が大きいわけですから価格を上げると需要が大きく減ってしまうですからあまり価格を上げることができませんから限界費用を大きく上げるような大きく上回るようなことはできないということになりますから×ということになります こちらしっかり理解ができている方は文章を読みいただいて価格弾力性が高いということは価格を下げてしまったり上げてしまったりすると需要が大きく変わるわけですよね。もちろんこういうふうに考えて図を書かずにこれはおかしいなというふうに考えて×にしていただいても結構かと思います。よろしいでしょうか それでは他の問題、今回問題数多いですけれども、こちらに参照ページを書かせていただきましたので、こちら合わせて復習していただいて、間違えた問題についてはテキストの方で確認をしていただければと思います。それでは写される方は写してください。